休憩前に引き続き会議を開きます。市側の答弁からです。中村子ども青少年部長。学童クラブの学校への施設整備の考え方ということでございますけれども、基本的には平成17年ですか、放課後子どもプランができまして、その中で学校施設の活用という方針が一つ出てたというのが大きな点だと思ってございます。また、子どもの安全安心ということを考えますと、学校から帰るときに、そのまますぐに行ける場所ということの安全の確保ができるということ。でもう一つは、一つはサービスの拡大も含めて、東京都の財源を確保ということの中では、都型学童クラブということで、東京都の補助制度の中では、国が来年からおおむね 1.65 平米でございますけれども、すでに都の補助金の中では、おおむね 1.65 平米の確保ということが、補助金のですね、基準になってございました。そういう意味で、今までの施設によると、それが確保できないというところもございましたし、また、委託を進めていくということも、東京都の補助金の確保の一つでございました。またそういうところに入ることによりまして、モアサービスとしての時間延長、いわゆる小1プログラムといわれる処置の壁という問題がございまして、保育園から学童に行ったときの時間の差というところもございましたので、今も現在も時間延長しているというところがございます。そういうサービスを拡大するというところと、安全対策というところと、国の方針が示されているところを踏まえて、今、学校敷地内に整備を進めているところでございます。星野議員、はい、詳しい説明ありがとうございました。よく分かりました。で、豊岡複合施設の存続を求める陳情が、議会で採択されましたよね。でそれによって豊岡学童クラブにも影響が出てくるんじゃないかと思ってるんですよ。それで答弁の中では、豊岡学童クラブを現在の施設で運営する場合、今後定員の減は避けられない状況であると認識していますということは、現在の場所にとどめる、要は学校の敷地内に作らないで、豊岡学童クラブを現在の複合施設の中にとどめるという考え方でよろしいのか伺います。中村子ども青少年部長。その点につきましては、冒頭もご説明させていただきましたように、豊川区複合施設に入っている各機能につきましては、存続するということでございます。市民の方から出されたそういう陳情に対して、議会の方でそこに残すという判断をされたということは、私どもともしてましても重く受け止めまして、市内部の会議の中で、そこで学童クラブについては、その当面の間、今の現在の施設に残すという判断をしたところでございます。星野議員、はい、豊川区学童クラブは今定員が80名で、その 1.65 になると64名になるという計算を、ね、されていますけど、現在のじゃあ利用者は何人で、利用している学校とその人数の内訳、そちらをお願いします。中村子ども青少年部長。申し訳ございません、お時間いただきまして、今現在28年、4月、今現在の定員ですね、80名としたときに、学校の打ち上げでございますけれども、80名のうち東落合小学校が16名、これ1年生から1名4年生おりますけど16名、その残りのお子さんたちが東落合小学校の生徒でございます。申し訳ございません、残りの16名を除いた分が買取小学校の生徒でございます。星野議員、はい、残りが買取小ということは80名定員満員で利用されているんですか。中村子ども青少年部長。今現在ご案内のとおり、全体の学童クラブの定員に対する充足率というのは、全体では、需要を提供の方が多いわけですけれども、センター地区、また、セリド地区では定員を超えているというところがございます。そういう意味では、落合地区から多摩センター方面については、かなり需要がございますので、今も定員が埋まっている状況でございます。星野議員、はい、ということは、64名になった場合は、
まあ、待機児童が増えるわけですよね。それでこの買取小の子っていうのは、例えばこの、漏れちゃった場合、どこの学童クラブに通うことになるんですか。中村子ども青少年部長。近隣でございますと、落合大学ですとか、トムハウスにございます落合大学学童クラブ等がございます。まあ、そちらについてもかなり定員の方が充足している状況ですので、今現在ではそれがこの時期にあふれたとすれば、待機児童になるかと思ってございます。ただ、今後、27年度の予算の中でいろいろご審議いただくことになりますけれども、多摩センター地域の学童クラブの待機児童対策ということで、1年前倒しで、今のトムハウスにある学童クラブを西落合町の方に整備して、定員を拡大していきたいと考えてございます。そういう意味で、多摩センター、多摩市の西地区ですか、そちらの方の定員の拡大を図って、それのエリアの中で、その待機児についても吸収できるものは吸収していきたいというふうに考えてございます。星野議員。はい、前倒しで西落合町の方に学童、西落合町の敷地内に学童クラブを作るっていうふうにおっしゃってましたけど、万が一その64名のまんまで買いになった場合、買い取り証の子たちはその待機児になって、あるいはその西落合町の学童クラブまで通わなくちゃいけないような状況になることはあるのでしょうか。中村子ども青少年部長。今後のその年度の、児童数応募の状況によって違ってくると思うんですけども、今回この第4課定例議会の中で、条例の方を調停させていただいてございます。その中で設備および運営に関する条例ということで、調停させていただいてございますが、その中で、定員に関する部分につき 1.6 平米に対する基準については1年間の猶予ということを考えてございます。そういう意味で制度が27年度から始まっているというところもございますので、その年度当初から 1.6 平米の枠をはめるということも一つ考えはございますけれども、それについては1年間の猶予を条例の中でさせていただいてございます。通える範囲というところでございますけれども、落合地区には先ほど申しましたように、落合第二もございますし、トムハウスから今度出る西落合もございます。で逆に言えば、長山方面というの選択肢もあるかと思うんですけども、やはりそちらも実は長山地区でかなり需要が多いところでございますので、通える範囲になろうかと思いますけれども、希望にかなわない場合は落合地区の学童クラブを選択していただくということもあろうかと思います。星野議員。北海東省から西落合省って結構遠いんですよね、地図で見ると。今回の陳情によってその議会の判断が地域の皆さん保護者の就労の、機会とか、あとは子どもたちの安全性に対して非常に大きな影響を与えてしまったことは、議会も本当に真剣に受け止めなければ私はいけないと思ってます。しかしながら、やはりこの平成21年間猶予があるとおっしゃってましたけど、この状況、この東洋学童クラブの状況はこのまま残して、このままにしておくわけにいかないので、やはりちゃんとした対処を、危機感を持って行政側も対応してもらいたいと思います。公共施設の適正配置に関する行動計画各案の一部撤回を求める陳情が平成25年10月に出されました。これは健康センターおよび紬館の全館移転並びに関戸公民館の移転統合を行えないこと、あと健康センター跡地を転用転売しないことという内容が含まれた陳情でしたけれども、この陳情に対して議会は不採択っていうふうにしたんですよ。でも紬館は全館移転してないんですよ。だから行政だってもう好きなことやってるわけですよ、要は。ね、行政は思いのことやって、必ずしも議会の言う通りになってないわけですよ。だからこそ、豊川学童クラブはこのような危険なことになっているので、危機感を持って対処していただきたいと思いますけど、お考えを伺って終わります。とりあえず5番は。中村子ども青少年部長。豊川区の学童クラブにつきましては、今年度6月の陳情前に出てきた計画ではなくて、多摩市今22学童クラブありますけども、それを計画的に整備していくということは毎回議会の方に報告させていただいてございます。それなりの財源を伴うものですから、一気にできることはないので、計画的に整備をするという中では豊川区学童クラブは27年度に
向けて海底小学童クラブに整備していきたいと、でその後落合学童クラブ等についても引き続きやっていくということは議会の皆様にも情報を提供させていただいたところでございます。で、まあ、今回の陳情の結果ということは、私ども子ども・子育て支援制度の大きな目的というのが子どもの最善の利益を守ると、それが大きな命題だと思っております。そういう意味でお子さんがどこの学童クラブにいてもそれなりの整った環境の中で裁判を受けるということは、それは必要なことだと思っております。ただ私冒頭で申しましたように、今回住民の方々から議会に対して陳情が出されて、議会の総意としてそれが採択されたということは、やはりそれは私ども重く受け止めなくてはならないと思っています。その結果を無視してまで私どもは事業を進めるということは、それは議会に対する軽視というふうに判断しておりますので、今の段階ではその陳情結果を真摯に受け止めた中で事業を展開していきたいと考えてございます。飯高企画政策部長。はい、今、まあ、紬館のことは行政が勝手に変えてやってるっていうようなご発言ございましたけれども、そのことにつきましては、大きな公共施設の見直し方針と行動プログラムの方向性を、まあ、議会のご意思で不採択という意味はですね、その方向性を踏まえながらも、その地域の方とさらに話し合いを続けていくっていうような趣旨で、私ども議会のご意思に沿って進めさせていただいているつもりでございます。また今、子ども青少年部長が答弁させていただきましたように、児童館に関連する、まあ、豊ヶ丘複合施設等の、陳情が議会としては採択された、これも、議会のご意思を尊重しながら進めさせていただいているつもりでございますので、決して勝手に行政がですね、議会のご意思を無視して進めているということではございませんので、それは改めて、申し上げさせていただきます。星野議員。はい、豊ヶ丘の時の陳情の時にも、豊ヶ丘の住民、地域の人たちと話し合うっていうふうなお話はもうすでにされてましたよね、市長も何回も行かれてましたよね。ですので、やはり地域の住民の方としっかり話し合って、不利益が生じないようにしていただきたいと思ってますし、議会としても採択をしてしまった責任は重く受け止めなければいけないと思いますので、これは今後、行動プログラムに関する陳情に対しても、しっかりとした議会は判断していかなければいけないと思っておりますので、それは皆さんにも申し上げたいと思います。それと次、図書館なんですけど、行動プログラムで第一ステップとして鶴巻倉庫を PFI 等の手法を活用して図書館本館および多摩センター駅出張所の併設を含んだ施設整備を検討するとありますけれども、現在どこまで進んでいらっしゃるのか伺いたいと思います。渡辺施設政策担当部長。鶴巻倉庫に、まあ、図書館、本館を、まあ、移設していくというような形が、第一ステップの中でのってございます。でその中では、基本的には今の、まあ、館の収集センターを廃止していくというようなことになろうかというふうに考えてございます。で現在 PFI の手法を多摩市が取り入れるときに、まあ、どういう、まあ、ガイドライン、どういう、事業、まあ、規模の、まあ、建物等については、まあ、PFI を取り入れようかというような形での一つのガイドラインを今策定をしているところでございます。まあ、今回の議会でも常任委員会の方でご報告をさせていただきたいと思っておりますけれども、まあ、その今案というところまで来てございます。まあ、それらがまあ確定した段階で、まあ、次のまあ PFI 等がそれに馴染むかどうかというようなところも含めて、検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。星野議員。はい、まあ、PFI 等の手法を活用するっていう仕方がね、ちょっとよくわからないんですけど、まあ、その手法を活用するとどんなようなプロセスをこう踏んでいって、どのぐらいのこう手続きが必要なのか、そこをちょっと教えていただけますでしょうか。渡辺施設担当政策部長。基本的にはそれらの、まあ、私どもが PFI の手法でやりたいと言っても、まあ、それに応じてくれる、まあ、企業またはそういう民間の、協力してくれる、ところがあるかどうかというところもございます。そういう部分では、まあ、導入の可能性のところから始まり、またそれぞれのリスクを分け合うというような形になりますので、それらの契約等の詳細まで詰めた形でいきますと、まあ、国が今出している指針では60ヶ月というようなところでございますけれども、まあ、民間からすれば、まあ、5年先の景気動向等を見るのはなかなか難しいというところで、今国の方ではまあ38ヶ月に短縮したものになってまいっておりますけれども、まあ、いずれに
にしても3年近くの、時間がかかるだろうというふうに考えているところでございます。星野議員。はい、まあ、結構大変なんだなというのは分かるんですけれど、まあ、PFI を活用してこれからガイするその多摩市としてのガイドラインというのを作成するというふうに今おっしゃいましたけれども、その民間事業者と複合化して図書館を建設するのか、あるいは多摩市単独で図書館を建設した方がいいのか、そういうことも含めて検討にされるのかどうか伺います。渡辺施設政策担当部長。PFI の手法を使ったときに、まあ、一つの建物の中に、一部分だけ、まあ、図書館が入ってくるというようなやり方もあろうかと思います。また、稲城のような形で図書館だけを作るというような、まあ、手法もあるかと思います。まあ、全体の中でどういうスキームで、まあ最初のイニシャルコストを抑えながら、まあ、ランニングコストも含めて、その全体の、市にとってメリットがあるかというようなところを比較考慮した上で決めていくというような形になるかと思います。星野議員。例えば単独で図書館を作った場合、今の暫定的な図書館機能を持っているところは本館は、まあ、大体5000平米ぐらいですよね。大体5000平米ぐらいして単独図書館を作るとするとどのぐらいの建設費がかかるのか試算されているのかどうか伺います。渡辺施設政策担当部長。具体的な金額についてはまだまだこれから精査が必要だというふうに考えてございます。例えば、まあ、稲城ですと、まあ、いろんな方に載ってございますけれども40億程度かかっているのではないかというふうに考えてございます。はい、星野議員。はい、市民がですね求めている図書館のあり方と市側が考えている図書館のあり方というのは少し乖離があるのかなというふうに私はちょっと思っているんですけど、市民が求めている図書館像というのをどのようにお考えになっているのか、それを伺いたいと思います。福田教育部長。一口に市民が求めている図書館像といってもかなり年代ですとかそれからご利用になっているサービスによって違いがあるかなというふうに受け止めております。と申しますのは、例えば市長への E メール等では若い方からやはり夜遅くの時間までの利用というようなところ、また利便性の高いところで仕事帰りにそういうような自分で調べ物ができたり、こういうようなところで勉強ができるっていうようなところへのニーズというのが寄せられております。また逆に地域の身近なところっていうところでは居場所的なそこに行って雑誌が読めたりちょっとくつろげる時間が過ごせたりっていうようなニーズを求めてらっしゃる方もおります。そういう意味で多様ないつでも誰でもというところを考えますと、やはり図書館全体でそういうような多様なニーズにどう応えていくかというところで、全体のサービスというのをこう再編していく必要があるかなというふうには感じているところでございます。星野議員。はい、答弁でいただいた中では平成19年9月に開催した多摩未来2007多摩市民まちづくり討議会において議論されてきました。この議論はその市民が図書館に求める役割やサービスについてなんですけど、ということで駐車場や個人学習スペース等の施設面の充実、開館時間休館日の見直しのほかに新サービスとして市内の公共施設等に図書の予約受け取り返却ができる拠点を設けて図書館機能システムを張り巡らす、時間を問わず市民が集えるサロン空間づくりなど多くの意見が出ましたっていうふうに書いてありますけど、この意見、この多摩未来2007多摩市民まちづくり討議会というのはどういう位置づけなんですか。このここで出ている意見がこの行動プログラムの図書館の配置だったり今後の図書館の在り方についてここでの議論が非常にこう何て言うんですか、今後の図書館の在り方について非常にこう影響がある場なんですか。これはこの多摩市民まちづくり討議会というのは非常にここでの出た意見がその今後のあり方図書館のあり方に反映しているというふうに私は思っているんですけど、そこのところの考えというかそのここの位置づけは何なんでしょうか。伺います。福田教育部長。
まずこちらの位置づけということでございますが、これは市民参画ということで、いわゆる幅広い市民の方にまちづくりに関わっていただいて、意見をいただくというような、これは企画が主導でやった取り組みでございまして、市民討議会ということで、今無作為抽出でいろいろな取り組みをし始めておりますが、その、皮切りになった事業の一つでございまして、でこれは特にその当時は中央図書館っていうようなところで、施設としての中央図書館っていうようなところの、欲しいというようなニーズもありまして、このあたりについて、じゃあ、市民全体で、議論してみようというようなことで、検討をしていただいた内容でございます。それで、この中でいろいろと、図書館運営に対する内容として、提案で、運営に対する改善の提案ですとか、設備とか施設とか開館人間とか、さっきの新たなサービスの要望みたいな、そういうような提案がされたということで、でこちらにつきましては、今後私どもが図書館を運営する上で、どういうふうに取り組んでいくかという一つ のインプット材料ということでございまして、合わせまして、私ども図書館の館長の諮問機関であります、図書館協議会、こういった存在もございますので、また学び合い育ち合い、審議会という教育委員会の、諮問機関もございますので、こういったようなところの意見と多様に、私どもは、運営の方法について意見をいただきながら、今後の方向性について探っているところでございます。星野議員。はい、ありがとうございます。今後図書館は三館構想になりますよね。本館 と、拠点、駅前の関戸と長山になりますけど、でその他に配布される地域図書館は、図書館資料の予約の申し込み、貸し出し返却ができる機能を設置しますというふうになっているので、非常にこのまちづくり討議会においての議論が、ここの図書館の在り方に反映されているのかなというふうに私は感じたんですね。で私、今回、図書館の資料を出してもらったんですけど、ありがとうございました、それで自分なりに分析しようと思って資料を出してもらったんですけど、実はこの間、11月30日の10時からの7時間ホールで開催された聖ヶ丘図書館の廃止提案についての対話集会というのに参加しました、そこで初めて私は多くのご意見を聞くことができたんです。で渡辺部長も佐藤課長も出席されていましたけど、小林館長も出席されていましたけど、120人を超える地域の方々が参加されてたんですね。それで本当に多くのご意見を聞くことができて、有意義だったなというふうに思いました。そこで結構衝撃的だったんですけど、そこで参加された方がほとんどがですね、地域図書館が身近にあることで本に直接触れることや人との交流ができるんだと、で駅前に集約するという考え方はビジネス的だ、本館はいらない、むしろ地域図書館ごとの、本当にそうなんです、地域図書館ごとの個性や充実を図るべきだ、駅前の図書館こそ予約だけで、予約や受け取りだけでいいんじゃないのっていうような意見が本当に多かった、ほとんどそうです、もうみんな拍手喝采ですよ。で私も結構、ああそういう考え方なんだっていうのを改めて思いました。でここだけじゃなくてね、他の地域の、市民の皆さんのご意見も伺う必要はあると思いますし、もうちょっとこの子育て世帯だったり若者に聞く必要もあると思いますけど、でも子育て世帯の方も大学生も来てました、大学生も発言されてましたし、そんな中で今回東寺方や唐木田からも陳情出てますよね、多分おそらく同じような意見だと思うんですよ、そんなに違わないと思うんです、だから出してくるんだと思うんだから陳情を出してくると思うので、ということで、このいただいた厳しいご意見をどういうふうに捉えましたか、ちょっと渡辺部長にお答えいただきたいと思います。はい、渡辺施設政策担当部長。今回30日に開かれた存続をしたいというようなご意見を持った方たちがお集まりになった会合の中でのご意見ですので、その中ではやはり地域間と、それから駅前館という対比の中では身近な地域館を残していただきたいというご意見が多く出ることは当然であろうというふうに私も受け止めさせていただきました。その中では丁寧に私どもが今回の公共施設の見直しの中でどういうふうな形でそういう考え方を持ったかというようなところ、8月にも一度ご説明をさせていただきましたけれども、そういうところの情報の共有ですとか、そういうところはまだまだ足らないのかなというふうな印象を持ちました。
まあ、120人を超える方たちがお集まりになって、で一定の、まあ、考え方の方たちも多かったのではないかというふうには感じているところでございます。星野議員。はい、本館の整備を求めている方もいらっしゃいますよね。そういう方も地域図書館をなくしてまでも本館整備しなくていいんですというようなご意見もあったんですよ。結構驚いたんですけど、で、まあ、市長をはじめ多摩市としては地域のことは地域で決めるというふうにずっとおっしゃってましたよね。ですのでその住民の意見をどういうふうに今後生かしていくのか、そこは非常に大事だと思うんですよ。で先ほど渡辺部長から説明がありましたけど、 PFI の手法で図書館本館を鶴巻倉庫跡地に作るとしても最低でも38ヶ月3年近くの契約までかかるわけですよ。早く本館図書館をどうするのか、作るのか作んないのか、それを決めないと市長が決断ですよ。ここはこれを決めないと先に進めないわけですよ。鶴巻倉庫 PFI の手法をやってましたけどやっぱり図書館やめましたってなって、その時間の無駄なんですよ。ですので地域の住民のご意見をしっかり聞いて市長が最後判断していただきたいと思います。それでこの間の聖川岡の時にもぜひ市長に来ていただきたかった、まあご都合で来れなかったんでしょうけど、ぜひ来ていただきたかったという声がありますので、今後ぜひ地域の方々と対話をして本館をどうするのか、本当に地域図書館を充実していくのか、そこの方向性を決めていただきたいと思いますけど、市長の考えを伺って終わります。渡辺市政策担当部長。今回さまざまな形で各地域の図書館を残していただきたいというご意見を伺ってございます。でその中でももうすぐに来年なくしてしまうとか再来年なくなりますよということではなく、3年後9年後10年後というような大きな長いスパンの中で今後どういうふうにしていこうかというところの方向性を今回プログラムの中でも示させていただきました。でその間やはり十分話し合いをしていく中では共有化していかなければならない部分、これから行政がすべての公共施設をこのまま継続していくことは難しいということについてもまだまだ市民の方々に十分な伝わっていない部分もあろうかと思います。そういう部分ではそういうものをまた丁寧にお話をしながら継続してお話し合いをしていきたいというふうに考えてございます。その将来を何らかの形で拘束するような形はしたくないというふうに考えているところでございます。安倍市長。はい、まあ、私としてはですね、非常に地域の中でいろんな議論が沸騰するということはとてもいいことだと思っています。というのはやはり自分たちの町をどうしていこうかというのはもうこれから先市長や市議会や行政にお任せだけではなくて自らが立ち上がって考えていく、それは当たり前のことなんですよね。地域の納税者が、あるいは地域のタックスペイヤーが、あるいは納税者でない方も地域の中でお暮らしになっている方がどういう道を選択すればいいのか。で実は一方でそれであれば私も2期目の市長選挙の時に確かに議会の皆さんからも批判をされました。 35% の投票率をどう考えるのかと。来年4月市議会議員選挙が行われます。投票率は当然 35% 以上高くなるんだと私は思います。そうした中で民意がしっかり反映される中できちんと進めていくということが私は必要だと思っています。でただ市民の皆さんにも私は求めていきます。やはりこれから先単にその地域だけが豊かに暮らせればいいということではなくて、すべての地域とそれから多摩市の未来、そして特に若い人たち子どもたち含めてやはり負債が残ってはならないということと、それからもう一つ、これから先5年10年というレンジで見ていけば多摩市の高齢化率、残念ながら日本全体通して高齢化率高くなっていく中で特に多摩市の高齢化率は高くなってまいります。そうした時にやはり地域の中で お年寄りの皆さんが孤立化することなく、また家族の負担を増やすことなく、そうしたところにもしっかり目を見開いていかなければなりませんので、私としてはそうした視野もきちんと入れた上でさらに市民の皆さんとは対応してまいりますが、ただ市議会において陳情が出されてくるということになると、それはやはり二元代表制の中で議会で判断をされるということになります。ただそれはある意味で私は先日豊川岡の複合施設の第4回目の対話会に出かけた際に私も申し上げましたが、市長との対話ということであれば私はずっと対話し続けてまいりますし、いろんなことで、しかもそれが来年再来年ということが豊川岡についても7年8年後のことについてプログラムの中で提示していたわけです。
だけどそれを6月の議会で白黒つけるというようなことっていうことは、つまり市長との対応より議会での白黒をつけるということが民主主義だということであれば、それも一つの民主主義のあり方なので、でということになれば、やはりその対話をしていくということを前提として考えるのであれば、陳情の仕方についても少し考え直していただけないかという話は率直に申し上げました。でこれはやはり市民の皆さんと私どもがやはりきちんとやはり議論していくということの上で、議会の中で陳情をどう受け止めるのか、そして私自身も市民の皆さんとどういうふうに対話していくのか、お互いに問われていることなので、私は逃げずにやってまいりますので、議会の皆さんもぜひその心構えで陳情に対応していただきたいと思います。以上です。星野議員。はい、確かに地域図書館は1年後2年後先なくなるわけ、廃止するわけじゃないですけど、ステップ1に鶴巻倉庫が入っているので、本当に本館を作るか作らないかを決めないと、 PFI の手法を検討してされていきますよね、職員の皆さんは。でも途中でやっぱり本館やめましたなんてことにならないように、早めに方向性をしっかりと出していただきたいと私は思って、もう出てるっていう顔されてますけど、地域の方々は地域図書館なくさないでくださいって言ってるんですよ。だからそこの地域の住民の意見をどうやって汲み取るのかっていうことを私は申し上げています。終わります。星野直子議員の一般質問は終わりました。次に安藤栗彦議員の発言を許します。14番安藤邦彦議員。はい、14番安藤邦彦です。通告に基づきまして一問質問させていただきます。1番、行財政刷新計画の現状とその課題について、持続可能な明るい未来を築くためにと策定された多摩市行財政刷新計画、27年度までの4年間で74億の財源不足を解消し、持続可能な財政構造を構築するとのこと。しかし、その根幹をなす公共施設等のマネジメントは行動計画に位置づけられ、35年度までの10年間で90億円の財源不足に挑むとのことですが、いわゆる総論賛成、各論反対の嵐に巻き込まれ、全く先行き不明と言わざるを得ません。これが自転しなきゃいなければ、第5次総合計画どころか市政への市民の信任そのものも危うくなるわけで、見過ごすわけにはいきません。そこで本当に持続可能な財政運営を求め質問いたします。 1-1 多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラム、以下行動計画の策定経過とその位置づけをお答えください。 1-2計画によってさまざまな財源不足の数字がありますが、真実はどれなんですか。持続可能な財政構造の構築のための、達成目標とその指標をお答えください。1-3、市民からの陳情が議会によって採択されたことにより行動計画の実現そのものが危うくなりました。陳情採択後の対応の現状と今後の課題についてお答えください。1-4、26年度末も目前ですが、財源不足解消の見通しと、刷新計画の、これ28年に直してください、28年度以降の方針をお答えください。以上、ご答弁いただいた上で、再質問させていただきます。よろしくお願いします。はい、ちょっとお待ちください。はい、安倍市長。それでは安藤議員のご質問にお答え申し上げます。 1-1 についてお答えします。多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムは、第5次多摩市総合計画を上位計画に持ち、将来にわたって持続可能な公共施設の在り方を定めたものです。本市では多摩ニュータウン開発による急激な人口の増加や多様化する市民ニーズに応えるため、多種多様な公共施設を整備してきました。一方、全国的に課題となっている
公共施設の更新問題ですが、本市においてはより一層喫緊の課題でありますが、単に財源不足への対応だけで施設総量の縮減を図るということではありません。多摩ニュータウン開発とともに整備してきた公共施設を社会情勢の変化や市民ニーズの変化等を踏まえつつ、ニュータウン再生の動き等とも連動した形で第5次総合計画の実現とともに町全体のリニューアルに資することを目指すものです。2についてお答えします。市では多摩市行財政刷新計画と多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムを合わせて新生多摩行財政刷新プログラムと位置づけています。多摩市行財政刷新計画については平成24年度から平成27年度までの4年間で見込まれた74億円の財源不足を補う計画であり、そのうちの64億6000万円を行財政改革による効果額の目標と定めています。また成果指標については毎年度の決算時において財政の硬直度を測る指標である経常収支比率が 92% 以下、将来世代への負担を測る指標である交際費負担比率が 8.0% 以下としています。本計画の中には公共施設の適正配置についての項目も含まれていますが、そこでは具体的な数値は定めていません。一方、多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムについては不確定な状況もありますが、公共施設の再編は避けて通れない課題であるという認識のもとで、今後10年間で想定される改修費等を含む維持管理経費とそれに対する支出可能額を比較したときの不足額として90億円を補う計画としたものです。本プログラムの指標については特に定めていません。両計画については性格は異なるものの、行財政改革における車の両輪としてそれぞれの取り組みを進めているところです。3についてお答えします。議会における陳情の採択は重く受け止めるべきものと考えています。現在個別施設の存続を求める陳情の採択という議決結果を尊重し、課題の整理や対応策について多摩市行財政改革推進本部を中心に内部検討しているところです。行動プログラムに沿った形での施設再編やその効果額を計画していましたが、陳情の採択を受け一定の影響は避けられないものと考えています。行動プログラムはその策定段階から今日に至るまでさまざまな場面を通じて説明する機会を設けてきました。今後は将来のまちづくりと合わせて現在策定中の第5次総合計画の第2期基本計画や多摩ニュータウン再生検討会議の検討経過等を踏まえ、市民の皆さんにより丁寧で詳しい説明に努め、引き続き市民の皆さんと対話を積みながら行動プログラムの取り組みを進めていきたいと考えています。4についてお答えします。多摩市行財政刷新計画の効果額については財源不足の74億円のうち財源対策を除いた目標額64億6000万円に対して、平成25年度決算時点で26億6000万円を平成25年度までの実績効果額として達成し、平成27年度までの4年間の効果見込み額は58億7000万円となり、目標額の 90.9% を達成する見込みです。計画最終年度である平成27年度についても本計画に定められた取り組みを推進します。また平成28年度以降も引き続き持続可能な行財政運営を行うための取り組みを進めてまいります。以上です。はい、安藤議員。議長、これ以降は失礼と存じますか、着席のまま質問してよろしいでしょうか。どうぞ。すみませんが、よろしくお願いします。まあ、いよいよ今日から衆議院選挙も始まって、まあ、政権選択選挙だっていう話なんですけど、まあ、民主党さんの候補者が過半数いってないんで、どうやって政権選択選挙になるのか、ちょっと心配なんですけど、まあまあ、それはね、それとしてやっていきたいんだけど、このね、
行財政刷新計画も構造プログラムを、まあ、お答えの中ではもう多摩市政の経済財政政策の根幹ですよね。で本当に重要な根幹であって、これの成否がまさにその安倍市政の成否になるわけでありまして、まあその安倍市政のもう経済財政政策、いわばアベノミクス、もう国でもね、国政でもね、その話題の中心はアベノミクスですよ。で私は今回多摩市のアベノミクスについて、これの成否、本当に重要な胸突き八丁に来ていると思いますんで、それについて考えるところを述べたいと思います。でまあ、今、星野さんが本当に素晴らしいご質問をされたんで、もう各論に近い部分は大体ね、網羅されていたと思いますんで、まあ、失礼だけど、ちょっと使わせていただきながら、質問させていただきたいと思います。これ、どうだろう、いわゆるアベノミクスって言わせていただきましたが、これの計画の策定の時にね、これはその安倍市政の財政政策の根幹になるということですけれども、これを作らねばならないというところの動機について、まあ、いろいろ書いてはあるんだけど、お考えと、それからね、説明してほしいのは、この、行動プランの2ページ、皆さんお持ちかどうか分からないけど、2ページの図面で、そのいろんな計画がいっぱい出てるんだよね。それで新生多摩行政刷新プログラムの中の両輪が行財政刷新計画であったり、それから公共施設の行動プランであったりするような説明があったように思うんだけど、実際のところどうなんだろうか、この位置づけについてどういうふうにお考えなのか、そこの説明をお願いします。飯高企画政策部長。はい、お答えいたします。行財政改革の取り組みについては、一番最初の昭和61年の行財政改革大綱から始まって何時にもわたる取り組みを進めてまいりました。そして改めて、現在は新生多摩行財政刷新プログラムという大きな枠組みの中で2つの計画を車の両輪として位置づけて進めているところでございます。一つは行財政刷新計画でございます。24年度から27年度までの間に74億の財源不足が生じるというような、よく議会でも話題になるのはこちらでございます。でもう一つ、改めてこの行財政、大きな新生多摩行財政刷新プログラムの下でもう一本大きな柱というふうに改めてさせていただいたのが多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムでございます。つまり公共施設のこれからのマネジメントが多摩市として非常に重要であるという課題認識のもとに、これまでの一つの行革の計画だけではなく、改めてこの公共施設の部分はもう一本大きな柱立ての計画を作って車の両輪で進めていく、これが大きく多摩市のこれからの行財政改革の取り組みであると、そういう認識のもとに2つの計画を一緒に進めていく、そして車の両輪である、そういう認識のもとに現在の計画を進めさせていただいております。はい、安藤議員。はい、説明分かりました。要するに財源不足が生じるとこのままでいけば、それを解消しないことにはそこから先の未来が描けないということだと思うんですけど、この計画自体74億だ90億だってありますけど、これが要するに、達成できないと財源不足が残ってしまうと、私考えるに借金をするか増税をするか、それとも財源対策というか何か財産の切り売り、そんなことをしなきゃなんないんだけど、まあそういうことになれば市民への、まあ、重大なサービス低下になるわけで、まあ話し出すまでもなく北海道の夕張市のようなことにするわけにはいかないわけです。今回こういう計画を立てられたということですけれども、もう1年ぐらいね、もうやってるわけですけど、
やってきて、大体これが達成されるという見込みに立っているんだろうか、もし達成されなかった場合、市民へのサービスの提供ということからすると、どういうことが考えられるんだろうか、まあ、別に市民を脅す必要は全くないんだけど、計画として財政等級の考え方を聞きたいと思います。飯高企画政策部長。はい、まず行財政刷新計画のことについてご報告というかご説明をさせていただきますが、これは4年間平成20現在の計画でございますと平成24年度から27年度までの4年間の、まあ、ある程度確実な財政見込みに立った、そしてそれに伴う財源不足を、まあ、解消していくための目標を立てている、計画でございます。これについては第一答弁でも申し上げましたけれども、24年度から27年度までの間に74億円の財源不足、これは財源対策をまあ除けば 64.6 億円ということになるんですが、これをまあどうやって、まあ、そこを埋めていくかということを市民の皆さんのご協力もいただきながら、行革を進めていこう、これについては第一答弁でも申し上げましたが、おおむね今2年、25年度決算までは2年間の折り返しといいましょうか、半ばに来てますが、目標通り今、進んでおりまして、4年間の見込みの中では、9割ほど効果額としては達成できる見込みでございます。ただ、これはローリングをしていきますので、さらに新しい課題が出てくる、あるいはいろんな制度の改革が、まあ、税制なんかもそうですが、そういった中で常に見直しをしていきますので、そこはまたさらにですね、市民の皆さんのご協力もいただきながら、これからの市民の皆様の生活、まちづくりのためにこれは行革というのは進めていかなければいけません。で、一方で公共施設の方ですけれども、これはもうちょっと大きな観点に立ってですね、やっていかなきゃいけないんだということで進めておりますが、これも具体的な数字が固まってくれば、今の4年間の計画をローディングしていくということになれば数字が入ってくるだろうと思っております。いずれにしても、先ほど申し上げました2つの両輪の計画をちゃんと進めていかなければですね、これ結局市民の皆さんにとってまた大きな負担をお願いすることになりかねない、あるいはまちづくりの中で市民ニーズに適切に応えていくことは難しくなる、そういった問題認識の中で目標を定めて、市民の皆さんにもあるいは議会にもご理解ご協力をお願いしながら、市としては進めていかなければいけないというふうに考えてございます。はい、はい、安藤議員。行財政刷新の方がもう 90% 程度、成果が出るというお答えを聞いて本当に安心しました。さぞや大変なご苦労がいろいろあったんだろうと思います。まあ、その話をお聞きしたいなということも山々なんですが、私はもう多くの市民の皆さんと話しててね、いわゆる総論賛成、各論反対ということが市民の中に起こっています。市民の皆さんにお聞きすると、市の言ってることは分かると、市長の説明も分かったと、そんなことは分かってんだよと。で、その市民がね、我慢しなきゃならないときもあるし、そういうことについては分かると。だけど私たちが協力したら、じゃあ本当にそのね、きちっと財源不足が解消するんですかと言ったときに答えがないと。で、このね、計画見ても私何度も言ってるけど、90億と足んないと言いながら、効果額のところは34億、あと56億どうするんですかと。まあ、56万円ならね、市長のポケットマネーでなんとかなるんだろうけど、56億というとね、そう簡単にいかない。で、そのはっきりしない部分がたくさんあるということなんだけど、その辺の説明がね、市民が聞いてると分かんないんだよ。分かんないから、要するにあれもないこれもない、足んない足んないから減らせ減らせと言ってくると、で、じゃあどうするんだって言った時に説明がないと本当に非常に困っちゃうということになるわけです。で、私その特にこの計画読んで感じたのは、82ページかな、82ページ
あたりのところに、まずアンケートが出てるんですよ。で、アンケートをこれ見るとね、無作為抽出で600人やってて、市民の皆さんのお答え見てると、大体ね、市の言ってることの総論は賛成だなっていうことがよくわかるんです。ところが、効果学の方を見るとね、これ、何ページだっけな、効果学、58ページ。58ページ見ると、効果学の方で、90億円足りませんという話になって、効果学が30億円で、90億円には及びませんと書いてあるんだよね。で、市民の皆さんが一番カチンとくるのは、その次の文章ですよ。今後、本プログラムの見直しの具体化及びさらなる歳出削減の検討とともに、歳入確保策として、廃止した施設の有効活用の検討も必要になります、丸って書いてある。で、これ、もう人事じゃねえのと、失礼だけどね。いや、本当に、じゃあ90億足んないけど、確かにね、50億さらに足りませんと。だけど、そこのところはね、責任を持ってしっかり対応してまいりますと、そういうね、プランも実はあるんですと。ただ数字がはっきりしないだけの話であって、その市長の責任として、市の責任として、54億足んない部分、足んないように見える部分については、こうやってこうやってきちっと成果を出してまいりますというような決意が感じられない。本当にね、これ読んでるとね、いや、そういった検討も必要になりますね、あははは、って、あははははないけどね、いや、そんな説明されたらね、市民はじゃあ協力しましょうかと、ね、我慢をして協力しましょうかという気分にならないよね。で、今日一番説明してほしいのは、そこのところなんですよ。要するに、効果額が54億まだ足りませんと、一応ね、数字を、こうなってると。じゃあ、ここのところ、本当に市では、この35年までの10年間の間に、どうしていくんですか、どう解決するんですかということを、改めて確認をさせてください。お答えをお願いします。渡辺施設政策担当部長。ご案内のとおり、今回のプログラムの中では、10年間の期間に、目標効果額として、公共施設にかかる費用と、それからそれに使える費用の差額を、90億円という形で表させていただきました。で、計画当初に見込めた、効果額としては、今ご指摘のあったとおり、34億円というようなところでございます。で、これらの差額につきましては、施設改修に関わる手法の工夫というような部分では、大きなものではパルテノン玉の改修等もございます。先ほどもございましたとおり、さまざまな手法が考えられるだろうというふうに考えているところでございます。または、維持管理経費の工夫というような部分でも、さまざまな委託の、工夫ということもあろうかと思います。同一の施設については、同じような形での契約をすることによって、全体の圧縮ができるというようなことも考えられるのではないかというふうに考えてございます。また、それらの運営費などについても、今回、第一ステップでもございましたとおり、指定管理者等の拡大ということも、その中に入ってございます。また、歳入の確保という部分では、努力してまいりたいというふうに考えてございますけれども、私どもの持っている部分では、私有地の売り払いとか、企業誘致ですありますとか、そういうものがあるんだろうというふうに考えてございます。で、歳出を圧縮すると同時に、歳入の確保をしていく中で、それらを生み出してまいりたいというふうに考えてございます。また、公共施設の更新は、今後とも、公共施設を持っている以上は、終わりのない取り組みになろうというふうに考えてございます。プログラムの更新の際には、目標額の見直し等も必要だろうというふうに考えてございますけれども、まずはこの目標額を、ぜひ、生み出してまいりたいというふうな決意でございます。また、お示しした目標額というのは、これらのこれから続く取り組みの中の一里塚であろうというふうに考えているところでございます。はい、安藤議員。ご説明いただいて、一応は分かりました。頑張ってほしいなと思います。別にね、私も議会が他人事に言うわけじゃないんだけど、だけどね、市民の皆さんに分かってもらうには、もうちょっとはっきりさせてほしいと思うんだよ。
その刷新計画の方では財源措置が最終的に 9.7 億だっけ、こういう内訳が出てるよね、74億の中にね。で、例えばじゃあこれで何億、これで何億というあたり、例えばまたパルテノン玉がね、もう大規模修繕が50億ぐらいという話もあるんだけど、もしそれがあのね、東京都なりどっか民間企業なりそういうところでできるんなら効果額は50億になるんだよね。で一挙に可決しちゃうんだけど、そんなものはね。でその辺のところはもうちょっとはっきりさせていく必要はあると思うんだけど、まあ私ね、本当に50何億というあたりがもうもやにかかってるというか真っ暗の海で、もう多摩市の財政はタイタニック号なのかと。もうね、暗い海の中に氷山があって、どこにどれぐらいの氷山がどういう状態であるのかということが分かんないで、船の背先に立ってね、両手広げて目つぶってわーすてきなんてやっててもしょうがないわけで、うん、あのね、旧日本陸軍であればインパール作戦、インパール作戦というのはね、あの要するに相手のイギリス軍から攻めてってぶんどって、それを補給にするっていうね、要するに勝つこと前提にやってたんだよね。でその結果、まあ、悲惨なことになってるんだけど、まさかその多摩市のこの計画が、ね、そんな話で会ってもらっては困るわけで、今の話で一応分かるっちゃ分かるんだけど、もうちょっと具体的にしっかりとした説明をしてほしいと思うんだけど、要するに部長のね、決意として、市長の決意として、これは要するに90億については確かにね、はっきりできないところはあるんだけど、責任持ってちゃんと90億効果額を出してまいりますという決意ですってことをちゃんと言ってくれるのかな。そこのところ説明お願いします。渡辺施設政策担当部長。先ほどもありました通り、まあ、この計画を進めていく中ではさまざまな形で議会をはじめ市民の皆様方にさまざまな形でのお願いをしていかなければならない部分もございます。そういう部分ではこれらの目標額というのは達成をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。はい、安藤議員。まあ市長から委任を受けた部長の答弁がそういうことですから、もう市民への約束だということだと思いますので、これはちゃんと記録に残りますんでね、重大なことだと思ってます。その上でですね、今本当に市民の皆さんから総論賛成、各論の反対の嵐が起きています。陳情があっちこっちで出て、で、まあ、一部は議会で採択をされたという状況にあります。先ほど申し上げましたように、そのアンケートでは市民の皆さん総論にはね、ほぼ賛成と思える結果が出てるんだよね。でお話聞いても大体それは分かるよと、その通りだという話になる。だけど自分とこのそばの図書館を廃止するとなると、まあこれは反対だという嵐が呆然として起こると。でここのメカニズムは何なんだろうかということなんですよ。別にその総論賛成した市民も各論反対している市民も同じ市民なんですよ。場合によっては同じ人なんですよ。でこれ何なんだろうかということでね、私前まあこういう施設の計画を議会でもやったときに委員長やってて、でその利用者のニーズ、公共施設にはそれを利用する利用者のニーズと、それからその地域のニーズ、それから全市民的なニーズ、この3段階ぐらいありそうだなということで議論を進めたことがあります。でもちろんその利用者と地域のニーズはもちろん切実なものです、質としてはね。で場合によってはその個人にとっては人生の重大事になることもあります。だけど私たちね、行政とか議会の責任を預かる者としてどうするかということになったときに、このニーズをね、確かにその市民の皆さんのお声はしっかり聞かなきゃいけない、聞かせてもらわなきゃいけない、で調査もしっかりしなきゃいけない。だけどその上で私たちはね、議員としてはその全市民的なニーズ、全市的な立場に立って捉え直すということをしなきゃいけないと思ってるんですよ。でそれはね、
安藤が勝手に言ってんじゃなくて、実は議会基本条例で私たち議会が定めました、議会基本条例の4条の4項あたりにも括弧読んでですね、議員の活動原則というのがあって、議員は議会における意思の表明にあたっては議会の構成員として一部の団体および地域の代表でなく市民全体の福祉の向上を目指して活動することと、これ条例にあるんです。で、要するにこれはね、議員もそうだし、それから行政マンのそのトップに立つ人、部長たちもそうだと思う。で、部長がそのいろんな地域に入ってお声を聞かせていただくと、それは地域のニーズであり、個人のニーズであり、もうそれは切実な話があるでしょう。だけど、それを聞かせていただいた上で、それでそれをその市政全体の立場で捉え直した上で結論を出していく、態度を表明するということをしなきゃいけないと思うんだ。で、そこのところを我々が踏み外してしまうと、これは大変なことになる。で、その辺のメカニズムについて、部長はどうお考えなんだろうか。それに加えて、今、豊川家の方で、ね、そのさっきの学童クラブの話もあったけど、ね、星野さんがおっしゃったことだけど、実はその結論は出たっていうことなんだけど、地域の方からは、その時は賛成してなかったけど、困るという話も実は起こってるような話も聞かせていただいています。で、その辺も含めて、部長、お答えいただきたいと思います。渡辺市政策担当部長。今まさに議員さんの方からお話がございましたとおり、地域のニーズ、利用者のニーズ、それから今回、アンケート調査をさせていただきましたけれども、まあ、無作為で選んだ方々の思い、それぞれ違うものだというふうに考えてございます。今回30日にも寄せていただきましたけれども、ひじりが丘の方たちは地域を残してもらいたいという大きな、そういう意見をいただいたところでございます。で、それらがそれぞれ違って当たり前なんだろうというふうに私も考えてございます。ただ、そういう地域のニーズや利用者のニーズに配慮しながらも、全体のニーズがどこにあるのかというところも見誤ってはいけないんだろうというふうに考えているところでございます。豊川区は先ほどさまざまな学童、児童館等のやり取りもございましたけれども、その定数等が 1.65 の一定の平米数になることによって定数が少なくなるということについては、その時参加されておりましたお子さんを育てられている年代の方から、そういうことは学校子育て部門ともさまざまな形で学校については調整をしてきたけれども、こういう結果になったことは残念であるというようなご意見もいただいたというような経緯もございます。はい、安藤議員。おっしゃったようにね、市民の皆さんのニーズっていうのは千差万別、他者だよ、ですけれども、どの一つ一つもその市民にとっては重大なことなんですよ。切実なことなんです。それでそれを全部まとまってくれるかといえば、それは対立するんですよ。それはもう解決のつかないようなこともあるわけですけれども、それを調整してで総合化して、市民全体としての、市全体としての意思決定をする場は、議会なんですよ。議会は多摩市の意思決定機関ですよ。これまた安藤が勝手なことを言ってんじゃなくて、自治基本条例にあるんです。自治基本条例にそう書いたんですよ。作るとき多摩市の意思決定機関は議会ですと。で、その議会が決定するときに、議員は市民全体の利益の立場に立って捉え直してしっかり結論を出していくんですと。で、その過程では、十分な調査をして研究をして、で、たくさんの市民の皆さんのご意見を伺わせていただくと、その意見を反映していくということも議会基本条例に定めています。で、そういうシステムに乗っかってやっていくべきことなんです。で、ところが今現時点においてはね、総論賛成だけど各論反対がいっぱい起こってる。ほんで何なのかっていうことで私も考えてみたんだけど、どうもいろんなお話を聞いてみるとね、その市民の皆さん各論反対はもちろんなんだけど、その根底に
総論に対する不信みたいなものがあると、どうもね、そのちょっと何かきっかけがあるとわーっていう反対になってしまう傾向が多いと思う。で、総論について信用ができないと、で、あの市長とか行政マンが言うことは信頼できないという話になってしまうとね、まあそれが受けたり結構してね、で、そういう話になってしまうと困るんですよ。で、総論に対する信頼感がなくなると各論に対する信頼感ももちろんなくなるんです。で、実はあの渡辺部長がね、たくさんご苦労されてると思うんだけど、今のこの状況を打開する道というのは、実はあの各論にあるように見えて、総論に対するね、信頼感の、まあ、きちっとできてるかどうか、そこが一つの鍵になるんじゃないかと思ってるんですよ。で、総論に対する信頼感ってどこから生まれてくるかというと、まあ悪いけど、あの市長の本気度、真剣さ、そこが見えてるのかどうか、そこのところだと思います。あのまあ、あの偉そうなこと言って申し訳ないんだけど、あのリーダーがね、本気になってやるんだっていう決意を示さないと、その部下の人たちはたまんないんですよ。で、リーダーにとってね、大切な使命って何だろうかって、また偉そうなこと言ってね、申し訳ないんだけど、あのリーダーの役目って一番大切なのは責任を取ることだと思います。で、それもね、あのいい結果が出てきたときにひょこひょこと言ってね、かっぱらうんじゃなくて、悪い結果が出そうなときにね、言って責任を取る、で、部下の骨は拾ってやるぞという決意なんだと思うんですよ。で、そこのところしっかりできないと、職員の皆さん真剣になれないんですよ。あの一生懸命やってね、市長の言う通り頑張ろうと、実現するために頑張ろうとやるけど、その市長がリーダーが結局ね、都合悪くなるとはしご外すようだったらとてもできないんです。で、私あのその以前の計画で、そこの斉藤さんとかね、福田さんがね、大変なご苦労されてるのを知ってます。大変な思いでやられてた。で、そこへ出てきたのに、なんていうかな、病気から帰ってきた安藤がひょこっと来て文句たらたら言って、でね、いろんなことをやっちゃったんだけど、でもね、本当にね、こういう方々のご苦労があってこそ今のこの形があると思うんです。で、市長がしっかりリーダーとしてね、責任を取るということで、責任をしっかり取るということと、まあ、あと必要なのはいつもニコニコ現金払い、うん、しっかりね、その、まあ、部下の心をつかんでいくということだと思うんですよ。で、私は今回総論への市民のね、しっかりとした信頼感を作るために、その市長の決意をしっかり聞きたいと思うんですよ。で、私はね、今回の、確かにその各論反対は分かるんだけど、今回の計画は多摩市のアベノミクスの根幹ですよ。これはね、あの不退転の決意で必ずやるんだと。で、部長たちに苦労してもらうけど、それについてはしっかり努力をしていきますと、サポートしますと、私が絶対一歩も引かないで実現をしますということを表明してもらいたいんで、で、そういうことをしないと、部長たちもね、いつはしごを外されるか分からないという状況でね、それは本気になれないですよ。で、もし、まあ、本気になってないという意味ではないですけどね、失礼しましたけど、でもそんな状況だったら、そういうのがね、顔色になられると、市民が分かっちゃうんですよ。で、そのね、部長なんかは市民の前で答弁されてたけど、そういうところでね、ちょっとでも自信のないような、不安なようなものが見えてしまうと、それはね、市民は賛成できないんですよ。そういったところで、まあ、今回、私は、その、もう市長のためではないんだけど、申し訳ない、あの、市民の将来のために、市民生活の将来のために、私はこの計画自体は、きっちりと実現してほしいと思ってるんですよ。で、そのためには、根幹になるのはリーダーにある市長の決意だと思ってるんですよ。で、そこのところ今日ははっきりと表明していただきたいと思うんですけど、どうですか、それを伺いたいと思います。安倍市長、あ
まあ、この話はですね、私も常に市民の皆さんの前で話をさせていただいておりますが、まあ、そもそも今回その今あの質問者からルルご説明があったように、新生多摩行財政刷新計画とこの公共施設見直しのプログラム、まさに車の両輪なんですね。で、この公共施設の見直しプログラムについては、これから先10年間でトータルで855億円必要である。これは大規模改修であったり施設の維持管理運営費含めてその額が必要である。しかし私どもの試算によれば755億、ここまではなんとか皆さんからいただいた税であったり、あるいは国からの交付金であったり、いろんなものによって、まあ、その後あの皆さん方の努力によって都市計画税というものも出てまいりましたので、ただそれらについて、その部分についてはここには反映されておりません。しかしいずれにしても、その当時の試算では約90億円、それにしても不足額が出る。で、そのことについて道筋をきちんとつけていかないと、このすべての公共施設は残すことができないという前提なんですね。で、そういう意味では私としてはこのプログラムを作ってきた経緯から言えば、この車の両輪である、つまり新生多摩行財政刷新の先ほど評価をしていただいて本当にありがとうございます、74億については道筋もつけ、今 90% まで達成できる。これは本当に私どもだけではなくて市民の皆さんのいわゆる血のにじむような思い、特に今まで、多摩市として福祉、教育、子育て、いろんなところで充実した施策をやってまいりました。そうしたところにも立ち入らせていただいて、 お一人お一人本当に薄皮を吐くような思いで、本当に厳しい中で受け止めていただいた、その血がにじむ出るようなものがこの74億の 90% なんですね。ですからそれをさらに公共施設のところでしっかり組み立てていく、それがまさに先ほど申し上げた855億のうち755億まで何とかできる。しかしこの90億のところについて市民の皆様のご協力いただきたいというのがこのプログラムのそもそものゆえんなんです。でただその後他の方のご質問にも申し上げましたが、その後 3.11 の東日本大震災やまた東京オリンピックその他もあり、ここに来て非常にこう資材の高騰であったりいろんなこともあり、多摩第二小学校や木曽団地会館等でもまた再び議会の皆さんにもご判断を合わなければならない事態にもなりました。ですからそうしたことを考えると、もしかすると90億を超してしまうのかもしれない。しかし現段階ではこの855億、この10年間に対してしっかりやはりそこは私としても責任を持ってやっていきたいと思っています。で、そのために説明を重ねてきたわけですから、この公共施設具体的には確かに児童館であったり図書館であったり、あるいはパルテノン多摩であったり、いろんなところでこの後決断をしていかなければないことが出てくると思いますが、私としては繰り返しになりますけれども、しっかり市民の皆さんに説明をし、で議会の皆さんには当たり前です、もうきちんとスピーディーにいろんなことが起きてくれば、きちんと議会の皆さんにすべてお話をさせていただいて、しっかりこの計画は進めていきたいと思っております。で、それをやはり実行していかない限りは、この多摩の未来、言ってみればこの14万7千人の市民の皆さん、それこそ質問者と言われたように夕張になるような事態は避けなければなりません。で、ただ私どもの方はこれも繰り返し市民の皆さんご説明申し上げてきておりますが、今の段階では交際比率も 0.0、 言ってみれば市の借金は180億程度であり、これも毎年のように削減してきております。で、市民の皆さんへのご負担をこれ以上かけないということと、若い世代の皆さんにご負担をかけずにしっかり進めていくために、私としても責任を持ってこの計画は遂行してまいりたいと思っています。で、ただ時代状況、そしてこれから先の激変するところにあって、また都市計画税のように新たにいろいろご提案いただいている部分についてはきちっと反映させながら、この計画を市民の皆さん理解していただけるように責任を持って進めてまいりたいということを決意表明として申し上げます。終わります。安藤邦彦議員の一般質問は終わりました。追加元井
追加。市長、追加ですか。いや、違う、訂正だけ。訂正ですか。訂正か。はい、市長。今、私が855億と申し上げましたが、正しく845億の間違いでございます。ああ、10億は大きいよな。安藤国彦議員の一般質問は終わりました。お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、宴会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて宴会することに決しました。本日はこれにて宴会いたします。お疲れ様でした。